演舞開演。どうも、本日はこちら大麦美人というものを飲んでみたいと思います。これも以前から大麦商品で何度かご紹介させていただいている大麦工房ロアさんの商品です。さあ、多分なんですけど中身は、はい、やっぱり粉末でした。でもなんかちょっと濃い色ですね。これをこういう風にやってお水で溶かして飲むんでしょうけど、なんか青汁とも違うちょっと独特な色ですね。では飲んでみたいと思います。確かに今までの大麦とは違いますね。思ったより癖はないですが、やっぱり見た目がの色はそうさせるのか、ちょっと香ばしい感じがしましたね。独特な印象で、で美味しいのか美味しくないのかみたいなのが一つよくわからないようなそんな味でした。ですが体に良さそうな気がしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分塩分。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。